皆さんこんにちは。ここからの30分は農業と食が紡ぐ未来の時間です。パーソナリティは私森久美子です。よろしくお願いいたします。このコーナーは私たちが食べることを通して健康と農業の未来を共に考える番組です。今日は北海土地改良区理事長の永井真一さんを迎えして北海道遺産の北海幹線用水路をテーマにお話ししていただきます。永井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずお聞きになっている方は何を言ってるかわからない北海土地改良区ってなんだ幹線用水路ってなんだって思ってる方も多いかもしれないので、理事長そういうあの基本の木みたいなのをご自分たちが分かっていることをご説明になるのってすっごく難しいので、まず違う話からしましょう。そうですね。その方がいいですね。理事長の、北海土地改良区はどこにありますか？まあ、事務所は、ね、岩見沢市ですね。岩見沢市にある、はい、岩見沢市でお育ちになったんですか？そうです。岩見沢市から出たことがないです。はい、そうですか。はい、飲みに行くときだけすすきのに来たりしない？いや、すすきのは苦手です。ぼったくりにあったら置かないのねそうですか。ずっとじゃあ岩見沢にいらっしゃるんですね。岩見沢だったら飲んで歩けます。そうですか。で、岩見沢で悪い評判立たないように飲み方をセーブしながら。ああ、そうですね。気が大きくなお金の払いはいいですからあ、そうですか。じゃあ今度連れてってもらおうかな。いや、いいですよ、時間さえあれば。岩見沢市で農業を営んでるお家に生まれたんですか？そうですね、僕で4代目ですね。北海道で。ご長男さんですか？そう、一人っ子ですね。男ね、3人兄弟の男一人っ子です。じゃあ小学校の時はお父さんの後継ごうって思ってました？そうですね。小さい時は大きな農業者になろうかって。西川町ってあるんですけどね、自分の出身地は西川町なんですけど、はい、西川町の土地ね全部買ってしまおうかっていう小学校6年まではねちょっと野望を持ってたけど全て崩れましたけど、はい、でその時はお父さんのお手伝いもしてたんですか？小学校知ってましたよ。あの、うん、自分らの時は畑掛けとか月の明かりでね、はい、あの畑掛けてそれを下ろして納屋にバラ、この、まあ、大人で一抱えするね、わらを運んで、はい、それを11月ぐらいから脱穀かけるとかもみすりかけるとか。それお父さんがしてくれって言わなくても自主的にやってたんですか？そうですね、遊ぶものがないから親の周りにちょろちょろしてたっていうか、その方が子供は、親はやっぱり目の届くところに置いといて、はい、小さい時はよくあの四角い箱あるんですよね、はい、今で言うとあの子供を入れる乳母なんて言うんだ、ブロ、え、部屋あるでしょ、はい、あれが木の枠であそこに紐をつけて腰にぶら、腰につけられてあぜに置かれたとか、そういう風に育ってます。すごくいい子ですだったんですね。いや、いい子じゃないですねそしてはさかけっていうのも今おっしゃったけれども、もしかしたらわからない人がいるかもしれないので。そうですね、あのよくあのテレビで出てて、わらをこうやって列にこうやって上がってる映像ってのがたまに見ると思うんで、あれですね、はい、あれで干すような乾燥させる棚を組んで、はい、そうです。今だったらあの機械で乾燥するのをそうやって、でいわゆる天日で干すんですね。そうそうそう、天日で干すと、うん、強制的にやるわけじゃないので、やっぱり、うん、あの徐々に乾燥してって美味しくなるんですかね。自然に、まあ、何でもそうなんですよ。自然にやる方がストレスを与えないから、うん、だから旨味やなんか残ることになるんじゃないですか。あの根本的にね、やっぱり自然的なものが何でも、うん、今ね機械的にやるよりやっぱり昔に戻った方が味に渋みがあるとか深みがあるとか、そういう言葉を使うけど多分そういうことだと思います。で中学や高校に行ってからもずっと西川町全部自分のものに 農地にするぞって思ってたんです。いや、中学入ったらまあもともと小さな小学校で一クラス13人のとこから。そうですか。中学校なんて大きいとこ行って一クラス240ぐらいのとこ行ったら、まあいろんな、まあ、卒業っていうか勉強していったら自分の順番も分かるし、いろんな能力がみんなの中でどのぐらいあるのかっていうのが分かってくると自分も違う方を夢見るような感じになるから、うん、まあいろんなことを試しましたよね、うん、ブラスバンドもやってて応援団もやってたし、合唱もダンスもやってた。楽器は何ですか？僕ユーフォニウムです。いや、あ、ちょっと難しいです。あのトランペットのね、あのコンタラバスでかいやつ、それより中間ぐらいの大きさ。何でもできる。いや、何でもやってしてやったっちゅうことですね。何でもできる永井君で働きながらなんかあの、うん、深川の拓殖大学の北海道短期大学にも行かれたということで、非常に真面目な青年だったんですね。そうです、はい、若い時は
はい、優等生じゃなくて基本的な生徒ですね。土地改良区さんとの関わりはいつ生まれましたか。うん、まあ平成15年の、まあ、土地改良合併中ね、時期があったんで、はい、その前もともと岩見沢土地改良区の組合員だったんですね。あ、はい、そしてその役員をやってたんだけど、まあ、合併を機にちょっとお前行ってこいと、はい、あの合併するまでの役員に行ってこいっていうのが今まで至る。そうですか、はい、あの土地改良区でその水の管理してくれてて、それを使って、農業をやってるわけだけれども、はい、それほど土地改良区っていうものを意識してたわけではない。いや、これはね昔から、はい、そうですね、まあ、農業水田作ってたから、うん、土地改良区っていう意識じゃない、水の大切さっていうのは小さい時から分かったんですよ。水なかったら何も育たないと。そうですか。して水で非常にあの、自分家の前に新別川ってあるんですけど、洪水を小さい時見て、はい、ちょっとうちの前の堤防決壊したの見てるから、うん、その時はあのいろんなもの流れてくるね、生きてる豚とかね、昔、はい、洪水だったらとんでもないなと思って、はい、そうですか。だから水って大切だなっていうのは何にげなしか、うん、覚えてますね、小さい時、うん、まあ、魚も釣りもできたしね、カニもいっぱいいたしっていう昔はあったんですけど、やっぱり水ないと物育たないっていうのも見てますかね、実際ね。そうなんですね。家の作物が育たないやばい、お金ないなとか、その理事になってくださいとか、そのどんどん役職がついていく中で、はい、めんどくさいなとかって思わないんで、やっぱり俺がやらなきゃって思ったんです。あの偉そうに言うわけじゃないんですけど、はい、皆さん他の理事と思うんだけども、選ばれた限りにはやらないとっていうのはありますね、自分の中で。そうですか。あのやりたいっていうよりも選んでくれたんだからやるかと、はい、任期の間はそういう感じですね。ああ、そうなんですか。僕が何かを変えてやろうっていう気はないですけどね。うん、やってるうちはしっかりとやろうかなって、うん、まあ、新しいことにも挑戦できればしようかなと、そんな気でいますね、うん、はい、それで土地改良区というのは、話をしながらも土地改良区とは何かという話ができてないんですよね。あ、そうですね、はい、ぜひ教えてください。例えば札幌の住民でしたら、ここは豊平区です、はい、で、差し役所があるのは中央区とか、はい、そういうふうな意味でしか区を知らないので、土地改良区って言われると、ね、何のことだろうって思っちゃうんですよね。すいません。どっかをなんか支配してるような感じ、ね、そうです、そうです。区域、はい、まあ、区勢を取ってるんだろう、まあ、はい、地図でこう区分けしてるみたいな、うん、そういうことではないんですよね。そうですね。あの、まあ、一応土地改良法っていうのがあって、はい、そういう名称を使えるようになったっていうことで、うん、昔はあのこの前身は土工組合ってね、はい、あのそれこそ泥でできた昔の小さい川って泥でできてますよね、はい、あれで水、田んぼに必要な水も、それから田んぼからあの水入れなくて落とす時も、そういう小さな川を使って、ね、導水路って、まあ、専門語で言えば言うんですね、導水路って言いますよね、はい、そういうのを今は近代的にやってブロックで作ってて、まあ回路としてはまあ他は育ちが分かると思うんですけど、滝川のとこで石狩川と合流してるのかな、はい、して水の源が富良野の金山ダムかな、うん、あそこから、まあ、育ち川に流れてる水を、まあ、5月から8月のいっぱいですね、あの国河川の許可を得て国と契約して、うん、して農業に利用させてもらってると。そうなんですね。そうですね。その水をあの要するに変なことを、要するにいろんなものが流れてきたり、はい、人がたまにね落ちたり、はい、そういうことを防がないとダメだし、鹿は落ちてもいいんですけども、うん、人間はちょっとまずいので、まあ、鹿もできれば落ちない方がいいですね。あのやっぱり水だから小さい子がね間違って入っても困るし、はい、そうです、よくありますよ ね。して住宅街の近くをねよく、まあ、幅広い町の人は多分川でないかと思ってるんですけどね、うん、そう、ただの川だと思ってる人多いと思いますよ。そこで落ちないように、はい、あのやっぱり施設を蓋してしまうとかね、うん、いろんなことをやっぱ近代に合わせて変化したんですね。今のように美味しいお米が作られるずっと前から土地改良区があったんですね。そうです。要するにお米を作りたいっていうあの農家の人の意思が強くて、はい、水を管理する組織ができたと。うん、ちょうど北海東志向が、あと北海幹線中東がちょうど赤平から
あの南ポルマなんですけど、その走ってるとこをちょっと何かの種類見てみれば山際を走ってるんですよね、はい、だから山際に大きな川がないんですよね、その地域って。反対側に石狩川って言ったらみんな分かると思うんですけど、はい、石狩川も農業用水で、そこの近くの農地には水、まあ機場で揚水器ででっかいポンプで上げて、あの石狩川は水を使うんですけど、川の前、今の私はちょっとそういうところ行ったことあるので分かるんですけれども、川は、田んぼよりも 下というか、こうなんていうんですかね、高さが下だから、それをこうポンプで組み上げて田んぼに入れるっていうんですか。それはあの石狩川の場合ですね。石狩川の場合は北海川線用水路は違う、でっかい堤防あるから、石狩川は一級河川だから、はいはい、で北海川線の場合は80キロ、はい、落差いくつの町を通ってますか。あ、それね、細かいことは僕ね覚えない主義なので6個ぐらいですか。あの 僕の特徴は、あ、10個ですって僕 の, あの特徴っていうのは、あの大体で、あ、じゃあ一番北は何ですか。赤平市。一番南は南ポロ町。南ポロ町、そうですか、それで全部で10、市町 1と松、そうですね、はい、ですね、村がたまたまないんですね。そうそう、あの僕のいい加減なところがそこがいいんです、本当にあの細かい数字も言えないって、大体それはあのね、うん、きっとご家庭で暮らしてる人は特に、うん、あのアバウトな男性好きだと思いますよ。まあだらしないっていう言葉もあるけどねよくそんな人が代表できるのかっていうのもあるんだけど、いや、それはあの周りのスタッフもしっかりサポートしてくださるから。そうです、あの、ね、細かいことは、ね、自分一人で責任はしょうがないと道連れに行こうと。それが組織というものですね。そうですよね、組織は一人で成り立ってないから、はい、そうですね。で、その用水路を作ったのは大正時代の話なんですよね。じゃあ大正、そうですね、大正11年っていうふうに資料には書いて、あ、それはごめんなさい、土工組合ですか。そうですか。で、最初に作ったのは、それでその土工組合ができた頃ですか、設計されたのは。今あの助っ人が来てくれてます。大正後期、だいたいそれぐらいなんですね。大正後期に、来てくれて、これね、はい、珍しい資料見せ、これ自分でまとめてあるやつなんですけどこのラジオのために。いやいや、もともと作ってあるんだけどね、自分でね、分かるように。で、その80キロを、うん、なんていうんですかね、こう徐々に南幌町に向かって下がらないと流れてこないじゃないですか、水って。そうですね、高いとこからね、設計するんですよね、だからこの時友成中中、あの日本でも有数の農業土木ってあるね、土木も建築土木とか、はい、河川とか橋とか専門屋さんいるんだけど、農業土木っていうのは、うん、昔はやはり開発、富国っていうかね、物作って、国民に物を食べさせなきゃならんっていうことで、これ第一人者なんですよね、友成中さんっていう、うん、この方がやっぱり最初深川投資庫、まあ、北海道作る前に。投資庫って何ですか。投資庫ってあの川からあの水を入れる入り口のことを、だから頭とか言って取るとか言って、うん、工作の工って書くのね、それで投資工って言うんです。首、はい、頭、うん、だから始まりですよ、水をいただく始まりのこと。どんな設備ですか、設備としては。ダムをちっちゃくしたようなもんですか。いや、まあ、今新しいのはゴミが入らないようにそろばん状のやつがついてて、大きなゴミは川から水取るもんで、あのそこに入れたらまたゴミを上げる仕組みを作らないとダメだから、はい、そういう装置がついてるんです。昔はあのシャッター式とか、あのよく映画でガタタガタガタガタって上がるでしょ、はい、ああいう門式だったんですね。 あとその前はこうやってもっと古い時代はこう堰を作って川を水止めないとダメ、はい、こうやって、まあ、小さな丘を作って、それ高くなることで横に流すっていうか、そういう、まあ、その時代によっていろいろですね、まあ、僕よくわからないですけどね、うん、専門家じゃないので。そうですか。でもそうやって80キロの長い距離のものを末端というか、そうですね、南幌町までね、その計画を立てて実際にそれを図面で作ったものがやってみたらちゃんと流れるって、ロマンチックですね。すごいですよ、4年で作ったんですからね。素晴らしい。その大正から昭和にかけて。そうですよ、本当にすごい。それで貴重なものだということで、今日のテーマであります北海道遺産にもなってるんですよね。そうなんですよ、選んでくれたりするね、感謝しないとダメなんだけどね、
森さんが選んでくる。あ、私が選んだんじゃないですか。一票北海土地改良区に、あ、北海感染要するに一票って、残念ながら違います、うん、はい、もっときっと偉い方たちが選んだんだと思いますが、その遺産に実施するということは、うん、北海道の今までの開拓、開拓時代、それからそのこのような発展した、地域というか豊かになった地域に大きく貢献している非常に大事な歴史的な、建造物であるということですね。そうですね、やっぱりなかなかできたものだけ見ればすごいなで終わるけども、うん、やはり大正時代から4年で作り上げたということです。工法が今の、サイホンとかシーロ橋とか、まあ、専門用語でいろいろあるんですけど、そういうのも当時から作ってる。今は近代的になってるんですけどね、はい、基本的にはほとんど変わってないと。それをもうその時代に4年間でやり遂げたっていうこと自体が、はい、すごい工事なんだけど、それを望んだっていうことが、うん、農民がね望んで、お金借りるから昔、うん、銀行からお金借りて、ただ国からお金もらってやってないから、全部銀行からも、はい、金を借りてそれを返済するんですよね。それをやっぱりやったっていうことがすごい。返済するのは農家の人も土地改良区もみんなで返済する。農家の人だ。農家の人が土地改良があくまで管理する立場です。お金を集めるんじゃ管理する立場で、じゃあ農家の人たちはおいしいお米を作るために、うん、いい環境を作りたくて必死だったんですね。必死っていうかそれが大事なことって、当時の人やっぱり水がないと、うん、人間と同じで人間も水がないと生きてられる、はい、作物も水がないと生きていける、はい、で綺麗な水ね、安心な水ねとダメだと、うん、今ね最近断固死でね、ヒ素とかね、いろいろありますけどね、ヒ素なんかやったらね、ヒ素中毒で死んでしまうから、それもう全然ね。本当農家の方たちかわいそうですよね。そうですね、僕断固死米ってね、有名な米だから、美味しくて有名ですね。大変だと思いますよ。そうですよね。だから水って、まあ、ただあるもんじゃなくて大事なもんだと思いますね、全てに関して。はい。で、まあそのなんていうんですかね、ハードの部分としての、作られた水路というか、一見川に見えるけれども、それはみんなが利用するために作っている北海幹線用水路っていうものなんだよということ でそれだけ水量も多いでしょうし、鹿とか落ちることないんですか。いや鹿がね入浴するらしいんですよね。160頭ぐらいね、処理しないとなんですね。落ちて泳げなかった鹿をね、なんで頭のいい鹿がね入るんだ。うん、暑かったら入りたくもなりますけどね。そうだよね。きっと飛び越えて向こう側に行けると思っちゃったのかもしれないですね。まあ、自分もそう思ってたんだけど、ある人だったら暑いから入ったんじゃないか。鹿よくね湖へとかなんか泳いで、ね、熊も泳ぐから、鹿はもう当然泳ぐから。でも流れてるから渡りきれないんですね。いや人間は上がれませんよ。そうですか。コンクリート今なってるの、要するに泳げるぞってあそこで泳いだら死んでしまいますよ。そうなんですね。でも結局その鹿が溺れちゃってな死んじゃっていたら処理しなきゃいけないのも土地改良区さんの仕事なんですね。そうなんですよね。大変ですね。職人の方たちは心も辛いし、労働としても鹿は大きいですね。ああいう時だけかわいそうと思っちゃいけないですよね。もう、そうですね。自ら死ん来たんだなってでも田んぼに水を通すのはもちろん収穫する前ぐらいまでしかもう水必要ないから決まってるんじゃないかと思うんですけど、水が田んぼの中にまで通る、うん、そうですね。その時期っていつから何月から何月5月からね8月いっぱいですね大体。それはルールで決まってるんですか。まあ、国から契約書で国交省のね、はい、河川の水ですから、はい、そこで許可を得てね使わせてもらってる使ってる河川です。そうなんですね。でその水を大事に使いながら、まあ、実際にご自分のうちも今も農家で息子さんがやってくださっている。そうなんです。こうやってラジオに出たりしてるから、僕が今の役職ができてるということでそうなんですね。そういうふうに使われてるわけですけれども、その水がなくて困ってる時期というのは年齢的にまだお若いから経験してないんですよね。それから氾濫して困っちゃったとか。ああ、まあ地区的にはやっぱり洪水した時もあるけど、今ね、はい、
九州とかね、なんか全国であちこちやってる、はい、最近北海道ではね、はい、まあちょっと前はあの深川の田戸市ではね決壊したっていう、そんな大きな被害はまあここら辺ないけども、はい、まあ時々やっぱり他の地区ではねありますね、うんうん、大変ですよやっぱり、まあうん、そうですね。今私はなんかそれがわからないこれがわからないって30分何回か聞いてますけど、あのそういうことを理解してもらうための一つの方法として、以前から北海感染用水路ウォーキングっていうのを、そうですね、あの北海道地下医力さんではやってて、はい、毎回あの新聞の記事になったりニュースに流れたりするので見てたんですが、コロナの間はやれなかったんですよね、きっとね。そうですね、あれやっぱりねコロナが起こなくてね、うん、できなかったですね。今年は4年ぶりの開催だったって聞いたんですけれども、はい、やりましたか？あ、やりました。行うことができましたね。規模小さく、そうですね、あのやっぱりまだちょっと流行りかけだったみたいだから、まあ80キロ歩くんですか？違います。よかったどうしようと思いました。3キロと7キロと10キロと、まあ、3つの、ね、距離のコースを作って、まあ、参加者が今回125人ぐらいかな、はい、もうコロナ前は、ね、最高380人ってとんでもない人いたんだけど、はい、まあ、そこまではまあ徐々に、ね、また持っていけたらいいかなというふうには考えています。そうですか、その その水辺を歩きながら、ね、やっぱり気持ちいいんでしょうかね、歩く人たちは、ね、いや歩ける人は気持ちいいと思いますよ、うん、はい、あのおしゃべりしながら、ゆっくり歩く感じですか、それとも秒を競う？いや あくまでもウォーキング。ウォーキング走ってる人もいるけどね。あ、そうですか、それ一等賞でつきたいのかな。いや、あの景品があるから早い人の方がいい景品もらえる。抽選だから。抽選でも先に早くつきたいんですか？やっぱり何枚かに1枚が当たるっていう景品だから。来年参加するために一応情報収集してるんですけど、ね、今参加費が200円だった。200円じゃあ全部持ち出しですね、経費とかで。そうですよ、お金使ってるからぜひ参加者森さん遊びに来てください。はい、ありがとうございます。何にが当たるかで。それは言えません、来年は来年ですから。あ、そうなんですか、はい、なんか美味しいもん農産物だといいんですけどね。いや、美味しい農産物って全部ね、それ言い方間違いですよ。全部美味しい農産物だから何の種類を選ぶか、あるいは当たるかが、何が来るか、何が出るか。でも悔しい、まあ、お米とメロンが出ますから。お米とメロン、でもキュウリだけのこともあるんですよね。いや、それはただたまたまキュウリだったらそれプレゼントくれる。いや、実はキュウリは好きですよ、はい、キュウリを悪く言ってるわけじゃないですけど、うん、でもメロン欲しいかなって。だいたいメロンもらった人は喜んでますよね。そうなんですよ ね、人間の気持ちってね、なんか高いもんもらった方が嬉しい。俺はスイカの方が好きなんですけどね。そうです、スイカ持って帰るの重いですよ。メロンも重たいですよまあ、今日初めてこの番組、今年の2月からやってるんですけれども、田んぼの水がどうやって運ばれてくるかとか聞いたこと、あのお聞きしたことなかったんですね。だ、田んぼの水は自然に雨水が使われてるわけじゃなく、まあ農業土木の人たちが設計した、緻密な計算によって長い距離をどの田んぼにも行くように計算された上で工事をして整備されてるってことですね。そうです、あの、うん、やっぱり今の技術を生かしてだんだんこう新しく更新してるし、やっぱりそれに従事するしてることもやっぱ見ていただければなと、うん、していいものが取れて安全なものが取れる。北海道地下医力って、あの職員さん正社員やそのいろんな形態があると思うんですけれども、全部雇用の約83人ぐらいですね。その方たちはほとんどその管理するために現場も見てある。いや、現場回ってる方は半分ぐらいですね。あと現場回ってる方たちは現実にそのゴミが落ちてないかとか、そういうことも、ね、詰まりがないかとか、組合員さんとか要するにの、はい、まあ、現場対応ですね。あと他の人はやっぱりいろんなことがあるから、それを整理したり申請したりという事務作業とか計画をするとか、うん、そういうふうな人が半分いるから。うん、冬の間はどんなお仕事をしますか？まあ、同じようなこと。冬の間も水のか、あの来年に向けての準備。ああ、そうですか。あって直さなきゃならんとこの設計をしないとダメとか、予算を組まないとダメとか、まあ、ね、職員は、まあ、時期になればやることは変わるけど休みはないですね。うん、まあ、一生懸命やってくれて。理事長も休みないんですか？僕は雇われ理事長ですね、ずっといます真面目ですね。ではその、安全な水を、ね、供給するっていうことは、
何のためにしてどんなふうに役に立ってるのか、どういうような思いが理事長の中にはありますか？そうですね、まあ何でもそうなんだけど、うん、土と水光っていうのは、まあ、俗に言うあの生きるために必要なものっていうのはある程度みんな知ってると思うんだけど、その水を扱う、それが作物を作るための水ですからね、それを管理することの大切さ、はい、流れてきて当たり前じゃなくて、はい、そういう今までの先人の努力があって、まあ、今今日話題の北海幹線というのができて、それを管理してるから安全な作物が作れるって、全ての基本になっちゃうかなというふうに自分は思うから、それに携わってることは責任あるかなっていうふうに思いますけど、どう思いますか？やっぱり良い安全な水が あってこそ、まあ、お米を例にとるといいお米ができる。そうです。そのいいっていうか、健康で安全なものを食べることによって私たちの体も健康にでいられる。 そのための大きな責任を持って水の管理をしている、ね。まあ、水田ばっかりじゃなくてね、水がないと作物も、ね、例えば天気良すぎたら、はい、やっぱり上から待ってられないから、その水を利用するってことも考えられたんだから、雨降らなかったらね、そういうことも考えられたんだから、あの今大陸でね、はい、熱波とか水が枯れるとか地下水がなくて、いろんな変化があるから、うん、なおさら大事かなというふうに思いますけど。そうですね、大事なことですね。水がなければいい作物はできない。それでその昔から多分農家の方たちは美味しいお米を作りたいって、まあ、入植した時から思っていて、そのために自分たちも負担しながら、その立派な水路を守り、まあ、作ってもらい守り、でその気持ちに応えるために土地改良区というところの人たちが管理をしたり、いろいろな、これからのための準備をしたり、事業を、のなんていうか計画をしたり、ね、計画したりしてるってことなんです ね。維持管理と未来に向けてどうしたらいいかということを、うん、しっかりとゆっくりとやっていく組織かなというふうに思います。ゆっくりとっていうところがかっこいいですね。いや、水と思ったりしたら、ね、慌てても急に流れたら困りますもんね。そう危ないですね。急に止まっても困るし、うん、だから現実を見つめながらしっかりと確実にっていうのが大事なところだと思います。はい、ありがとうございます。大変勉強になりました。勉強させていただきました。土の上になっているお米、それから、まあ、トマトでも、そういうその作物だけじゃなく、土の下にな流れている水、それからそこまで運ばれてくる人たちの努力も忘れないで、食べ物に感謝して生きていきたいというふうに思います。そうですね、まあ、札幌に住んでる人は特にね、そうですね、なかなかね、見る場がないですからね、ないですから、はい、はい。今日はいいお話ありがとうございました。北海土地改良区理事長の永井真一さんのお話を今日は伺いました。来週はゲストに株式会社マイファーム代表取締役で青州学園理事長の西辻一馬さんをお迎えして、新しい脳の形をテーマにお話をしていただきます。来週もぜひお聞きくださいね。ありがとうございました。はい、どうもです。